待って、戻って。やっぱりそうだと思ったわ。開墾の預言者はヘイローを作動させるつもりなのよ。確かか。今こそこの聖なるリングに火を灯さん、超過の炎を解き放ち、神聖なる道を開くのだ。ほらね、中佐、面倒なことになった。聞いてたわ。でもリングを作動させるには確かインデックスが必要なんだったわよね。あなたたちが最初のヘイローで見たようなライブラリーを見つけたわ。今回のリングも同じ仕組みならインデックスはそこよ。コブナントも同じことを考えているでしょうな。だったら叩き潰すまでよ、軍曹。先に行ってライブラリーで合流しましょう。了解です。インデックスはジョンソンと私が確保する。チーフは預言者を始末して。必要な情報は全て入手したわ。しっかり命中したな。また来たよ。おそらくフォアランナーは遺跡の周囲に新しい建物を建てましたのね。遺跡を守るために。これは単なる憶測よ。検証するにはきちんと調べないと。より大変だったろ。あいつらには難しすぎるかも。スナイパーをやったぞ。これで終わりか。話してよ。絶好調だ。
傷した。大丈夫だぞ。コルタナ、コブナントが騒がしくなってきたわ。私はまだ動けないから、高架艇を何隻かそちらへ送るわね。悪いけど、こちらから送れる援軍はそれが精一杯。了解です、中佐。ゴンドラが出てきたわ。大変、コブナントの増援部隊よ。悪いわね。話してるときはちゃんと見るもんだよ。この湖、どう見ても火山活動でできたものじゃないわね。人工的に作られたか、地殻変動によるものかも。あら、ごめんなさい、取り込み中だった。思ったより芸のないやつ。あれ、コルタナのおかげなのかな。Thank you.
なるほどね。タワーと外側の建物とは水面下でつながっているんだわ。これで降りるみたいね。それとも泳ぎたい？アイコンの預言者のシップからハイチャリティとかいうところへの通信を傍受したが、どうも真実と慈悲の預言者への正式な謝罪のようね。地球への攻撃はアイコンの預言者のフライングだったのね。彼は人間の存在は予告されていなかったと反論しながら、自分の早計さを許すよう他の預言者たちに頼んでるわ。だからあんなに小規模の艦隊だったのね。でも預言者のくせにそんなお粗末な情報しかなかったなんてちょっと妙ね。
開墾の預言者のシップにハイチャリティから返答が入ったわ。真実の預言者からの暗号化されたメッセージよ。聞いて、そなたの軽率さはコブナントの構想の成就を危険にさらした。だがその失態を公衆にさらすことは免れるであろう。それも慈悲の預言者と評議員のおかげだ。真実、慈悲、開墾、この3人が大祭司ね。開墾の預言者を倒せば奴らの統制を崩せる。まあ真実の預言者にとっては願ったりかも。最後ですチーフ、燃料が持ちません。最初のタワー群を確保したのでそちらで待機します。撤収する際には呼んでください。の番だぜ。
そちらはどう？順調です。もうすぐメインの陣に到着します。了解。私はライブラリーの近くまで来たけど、バリアンがかかってるみたいで、今他のルートを探索中。また連絡するわ。集中して。初めて。とんでもない数だわね。寺院に入って手遅れになる前に預言者を始末しなきゃ。早く急いで。預言者の護衛がそこら中にいるわよ。後ろに気をつけて。人類め、また倒れた。最後に何か言っておきたいことでもある？その力。Ah!
最強の戦士だ。などありえん。近づいて何とかするしかないわね。展開してる。こっちに向かって撃ってくる気よ。さっさと退散しましょう。しようじゃないか。